はい、どうも皆さんこんにちは、本日もジェニーレクルーやっていきたいと思います。よっ、あ、いった、よっと、よいしょ。また随分危ないところ、あの男は何者なんだ。あ、もうあんなとこまで行ってる。黒服の男は登り道を通ってアウルモスダン橋の方へと向かいました。ここは行き止まりなのに、どうしてあそこには向かっているのかしら。橋の上なら隠れることはできないわね。下に行ってそこから彼をスパイしてみるわ。下、おお、ダッシュダッシュ、オッケー。湖まで歩いていく。黒服の男を追うしかないでしょ。ジェニーは単に橋を歩いて姿を見せるわけにはいかなかった。距離を取って誰にも見られていないときに黒服の男がどんなことを明かすか見てみることにした。黒服の男が未完成の橋のヘリに近づいた。彼の悠然とした動作がジェニーの気力を奪っていく。生前かな。もっと彼を近くで見ないと。これ登れて、橋の外側から登ってそこから彼を覗き見するわ。その計画は大胆不敵だが無謀であった。他に選択肢はないわ。彼は唯一の手がかりなんだもの。そのため先で待ち受けている危険に対してもひるむことはなかった。ジェニー・レクルー、母のジャケットを着たジェニー・レクルーは橋の方へ歩を進める。昨日はただの子供、今日は勇敢な冒険者として。もうジェニーがどんどん成長していく。ダッシュ、これ乗るってこと？Easy does it. そっとね。I don't want him to hear me coming. 彼に聞こえないように。ああ、勝手に動いてくれるわ。びっくりした。意外と体力あるなジェニー。いやー、俺だったらダメだな。俺高いとこ苦手なんだよね。こういう時は下を絶対見ない方がいい。ジェニーはそこで初めて下を見た。ジェニーはそこで初めて下を見た。そしてすぐにそのことを後悔したのだった。彼女は石の壁にぴったりと張り付いている。彼女の足元にある突起部分はとても狭く、立っているのもままならないほどだ。一歩間違えば。Focus, Jenny. 集中するのよジェニー。Perfect pitch!絶対音感。連続殺人犯の特徴だわ。絶対音感なの。Maybe I can get a closer look. よくわかるね、ジェニー。もっと近づいても大丈夫よね。絶対音感。
あ、一応アイテムも取んなきゃいけないのか。一応探しとこう。あ、まだある。通りこぼしたくない。ここにも。もうないかな。見つけたわ。黒服の男、かなり不気味、素性不明、森で長い散歩と児童文学が好き。The brim of his hat concealed his face in shadow. 帽子の翼がその陰で彼の顔を隠していた。The man in black remained an enigma. 黒服の男は謎に包まれたままだ。Could be three kids in a raincoat. 3人の子供がレインコートに入ってるだけかもしれないじゃない。そんなことはないだろ。He's standing there. What's he waiting for? 彼はあそこに立っているだけだわ。一体何を持っているのかしら。ん？あ。Yes. ああ。No. いいよ。Yes. ああ。No. いいよ。Wow. This guy's a real chatterbox. この人はとってもおしゃべりなのね。Yes. It's all there. Clear as day.一目でわかるはずだ。Who is he talking to? 誰と話しているのかしら。No, it wasn't there. そこにはなかった。Yes, the whole house. 家全体だ。She must have it. 彼女が持っているはずだ。What was he looking for? 彼は何を探していたのかしら。Of course.もちろんだ。Where? どこに。Hold on. 待て。What's he doing now? 彼は何をしているのかしら。あれ ?Where did he go? 彼はどこに行ったのかしら。スパイの隠し場所。I can't hear what he's saying. 彼の言ってることが全く聞こえないわ。Yes, I'll take care of her. 彼女のことは任せておけ。Tonight. 今夜だ。They change shifts at four. 4時になればシフトを交代する。シフト？ Yes.ああ It's all here. 全部ここにある。I have to see what's on that paper. あの紙に何が書いてあるのかを突き止めなきゃ。Yes. The biggest cross. 一番大きな十字架だ。I know. 分かっている。また移動したぞ。いない。いた。He's destroying evidence. 証拠を破壊している。うわあ、まあそりゃ残さねえわな、普通考えりゃ。I have to get down there before なくなってしまう前にあそこに降りないと。She was only distracted for a moment. 彼女は気を取られていたのはほんの一瞬だが、その一瞬だけで十分だった。うわ、消えた。 Damn. How does he do that? 一体どうやって。とにかく降りないと。こういう時ここら辺になんかまたアイテムあったりとかするからな。ほら見ろ。こういう時に取りこぼすんだいつも。間違えた。ね、
よし。ひー、登るのも怖いのに降りるのなんてもう俺絶対無理なんですけど。きれいに破片は拾える。ああ、回すか。これはこうだから、ジェニーはびしょ濡れの紙をそっと持ち上げた。打点紙を越えて崩れかけのアーチの下、木製の門を抜ける。入り口はそこに埋められている。一番大きな十字架を探す。以下を忘れないように敬意を払う。わあ、これも暗号なのか。She hadn't recovered all the pieces. 全部を復元することはできなかったが、メッセージを判断するには十分だ。 Beyond the fallen angel, through the crumbling arches, 落ちた天使を越えて崩れかけのアーチをくぐり、木製の門を抜ける。 The entrance is buried there. 入り口はそこに埋められている。 Look for the biggest cross. 一番大きな十字架を探せ。 Don't forget to pay your respects. 敬意を示すのを忘れるな。 What could it mean? 一体どういう意味なのだろう。Their directions. 道順だわ。秘密の入り口への。But an entrance to what? だがどこへとつながる入り口なのか。Maybe there's more in the back. 裏にも何かが書いてあるかも。Mom? 母さん。Jenny's heart skipped several beats. ジェニーの鼓動が速くなる。She remembered the man in black's words. 彼女は黒服の男の言葉を思い出していた。I'll take care of her tonight. 彼女のことは任せておけ。He's 彼が。Going to... 今夜、ジェニーはそれを言葉にすることができなかった。母さんが危ないわ。幸運にも彼女の母親は安全に警察の保護下にある。He'd never get past them. 警察の目をすり抜けることは絶対に不可能。He won't have to. その必要はないでしょうね。These instructions lead to a secret entrance. この指示は秘密の入り口へとつながっているのよ。A way to get to the jail without being detected. 行ってる方法。But where? でもどこに。The entrance is buried there. Buried. The word bounced around her brain like a pinball. その言葉が彼女の脳内をピンボールのように反復した。Where did people bury things? 誰かが何かを埋める場所といえば。The graveyard. 墓場よ。Of course. The graveyard was in the same part of town as the jail. その墓場は町の中の牢屋と同じ地区にある。Angels, arches, crosses, and graves. 墓場の十字架。All features of the graveyard. 全て墓場の特徴だ。I have to get there before he does. 彼より先にそこに行かないと。I have to save my mom. 母さんを助けなきゃ。
This was all well and good. ここまでは順調に覚えた。が、たとえ彼女が正しかったとしても、たとえ彼女が空腹の男よりも先に彼女の母親にたどり着けたとしても、How am I gonna break her out? どうやって彼女を解放すればいいの？It was at this moment a rather distressing thought popped into her head. 痛ましい考えが彼女の心によぎった。As though that she was to admit it. それを認めるのはとても嫌なことだったが、Jenny needed help. 助けを必要としていたのだ。She reached into her jacket pocket and removed the walkie-talkie Susie had given her. 彼女はジャケットのポケットに手を伸ばし、スージーからもらっていた無線を取り出した。おー、ここでスージーちゃんが役に立つのか。Susie, are you there? スージー、そこにいる？ジェニー、よかった、大丈夫なの？ What is that awful music? そのひどい音楽は一体何？ Oh. ああ、ダンスのリハーサルをしてて。I regret asking. 聞いたのが間違いだったわ。You said earlier you wanted to... さっきあなたこう言ったわよね。Yes. 何？ You said you wanted to... その私のことを Help? 助けたいって？ Of course. もちろんよ。 Anything for you, friend. あなたのためなら何だって。お友達だもの。Okay. Meet me at the graveyard right away. 墓場で待ち合わせよ。今すぐに。The graveyard? 墓場で。But it's nearly midnight. だけどもうすぐ深夜よ。見つかったらどうするの？ It's urgent, Susie. これは緊急事態なのよ、スージー。I don't know, Jenny. どうかしら、ジェニー。I don't think I can do it. 私にはできそうにないわ。刺激を与える。命令する。おお、刺激はちょっと、スージーにあれだろう、命令するのがいいんじゃない？もうスーザン、卵を割らなきゃオムレツは作れないでしょ。でもどうして私が必要なの？母さんの命が危機にさらされてるのよ。そして母さんと死の間に立っている唯一のものは私なの。あなたの手を彼女の血で染めたいの？いやよ。そうでしょうね。それじゃあ今すぐに墓場の外で会いましょう。わかったわ。何でも言うこと聞くわよ。ごめんね、スーザン。何を着ていけばいいかしら。動きやすくて、でもカラフルなのがいいわよね。やめて。そんなのどうだっていいわよ。無音爆弾を持ってきてくれればいいわ。何のために爆弾が必要なの？母さんを牢屋から出してあげるのよ。ははー。 No, 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 no. 違う違う、ダメだダメだ、違う。I am an artist. 私は芸術家なんだ。I will not be dictated to by 会社勤めの編集者ごときの言いなりになってたまるか。It's too long, too violent, あまり長く暴力的で品質すぎる。These are my characters. 私の愛しいキャラクターたちなんだ。So why does it feel like they're rebelling against me? 私に反抗しているように感じる。All this fighting, all this drama, and for what? 事件の数々。一体何のために？ Jenny and Susie should be best friends by now. ジェニーとスージーはとっくに親友になっているはずじゃないか。 Maybe it's time to wrap this one up. End on a happy note. この話をまとめ上げるべきかもしれない。ハッピーな結末で。 Yes. そうだ。 Let's fix this nonsense once and for all. おかしくなってしまったものを直すなら今しかない。 You're right, Rufus. そうだな、ルーファス。 First, I need another drink. だが、まずはもう一杯。お、はい、というわけで本日はここまでにしたいと思います。それではまた皆さん次回お会いしましょう。バイビー。